はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。ちょっとね、前のパートグダグダの終わり方したんでね、ちょっとしっかりしていきたいと思います。しっかりせねば、しっかりできたらうっかりせんわい。このシュートに行きます。一般街、確か待ち合わせは市役所の最上階やったな。あの上の方にあるでっかい建物が多分そうなんやろうな。またしては悪いからとっとと行くとするか。ちなみにここにね、あの車通ってますけれども、この車に当たったらもう一発ゲームオーバーなんで、車に引かれると人は死ぬでね。だからね、不用意ね、ここら辺行くとね、もういきなりね、もう車にぶつかることあるんでね。何も声はないけどね。何何何や、バレて番組か。どうでもいいや。まあいろいろ調べたい、調べてみたもんない、調べてみるものがねありますしね。こういうのね、調べてみたくなるんですよ。1台買おうかな。公開中継をやってるな。ジジイどもがうようよいるぜ。生かしてみたら負けるだから当たり前やろ。興味いくものはないな。この回誰もいないじゃないか。来たら損したぜ。でルースのようだ。書物保管室。このビルはここでおしまいと。お風呂で大変だからちょっとお邪魔しないでくれ。GIC 高橋は世界優秀の住環連の会社なんだぜ。ほう、じゃあ住環系はここに来ればいいんだな。ま、ここでもいいし、他の会社のところに行ってもいいし、でもこの一杯会では GIC しかないけどな。なるほど、わかった。サンキュー。なーに、言ったことよ。ふっふ。商店街、ここ一杯会がちょっと西の方にあるわ。そういえば、お前どっかで見たような気のせいかな。気のせいっすよ、おじいさん。やべやべ、バラなくてよかった。なんてもっとゴミもして人も多いのよね。また我が物のゴミを捨てていかん。この辺り鞭打って掃除してもなかなかゴミが減りやせんわい。けっ、会社なんて言ってるわけか。めっちゃ渋滞してる。ここで待ち合わせなのに大変そうだな。どうしよう。ちなみにここがみんなコピペです。コピペです。ここの弟子たちはみんなコピペです。入門希望者かね。くっ、誰がこんな男くせえところに通うか。そうか、よし、ほな入会祝い金1000円だそう。うん、いいね、やってるじゃないか。ただし丸坊主が原則だぞ。すね、師匠丸坊主ちゃうないかい。なんか犬みたいな。犬みたいなやつしてるやん。あのせいすまくちが奥さん、クーリングオフっていう制度ご存知？いいえ。1週間になると商品返してお金が持ってくるという制度ですよ。あら、ほんと、ほな早速市役所行こうかしら。こういうのね、ね、いろいろやりたくなるんですよ。こういうのを調べたくなるんですよ。やったぜ、放送設置が売れた。でもクーリングオフされたら営業成績ないですよ。
そろそろうちも買わなきゃいけないわね。ふぅ。へそくり50銭手に入れた。やったね。ちゃぶ台があれば、畳があればこのちゃぶ台を部屋にマッチするな。おう、出らんねえ。よし。オッケー。メガテリトの部屋開いてんだよ。させん。させん。いやね、RPG ではね、部屋物色するのがね、あれやからね。ジュのメンテナンスに来たのかい。こちらはガン伊藤コーポレーション通称 GIC でございます。2階の事務室、3階の10メンテナンス部門でございます。民間人は4階に立ちることはできません。ご了承ください。なおエレベーターはございませんので、階段をご利用くださいよ。はいはい。この度で今管理を募集しておるのじゃ。んーで、で、ここら辺の、ここに話しかけると、この子何やってんの？実は会社はクビになりまして、そのことを家族にいるこの時間を潰してるんです。俺、管理人募集してるとこ知ってるぜ。あ、おですが、どこですか、そこ？え、GIC やけど。早速言って、早速言って言います。あなたの親切、決して忘れません。いやいや、それほどでもあるぜ。では、失礼。んで、こうなります。やる気があって細かいところに気がつくいいやつじゃ。わしも少しは楽になったわい。いつかきっといたします。ふう。階段じゃだるいぜ。ふう。ふざけじゃねえかーっぺ。こいつの言うが、来なきゃ。プロデュースしたけどな。ん？なのこれ。読みますか？読んでしまう。月刊ガン通信創刊号。さあ、待ちまった創刊号です。この雑誌には自由に関するいろんなことを紹介していきたいと思います。ふん。なるほど。これでね、銃の技を覚えられます。んで、今覚えた技は拳銃技。これ、極打ち。奇妙な動きで弾を離すことによって敵の不意をつく技。3発撃ちます。バスバード？そんなん知らねえよ。順調にいってるようだな。課長の話かって偉そうだよな。君、ここは部外者を立ち入り禁止なんだよ。うん、分かってんのかな、まったく。ゲスが。ひえい。バカってチラチラするんだよね。バカだ、そんなん知らねえよ。わかります。26年140兆の銃を開発、提供してきたのだ。もちろんこれからもな。なるほど。1年あたりどんぐらいになるかな。26だから。まあ、1年あたりで、1年あたり4兆以上。いや、5兆以上だな。うん、すごい。あ、谷が出勤しとらん。今日来なかったら元気やな。あの話でもいいんじゃないかな。本当は国に申請して精神分析や今までの経歴が驚くのが厳しいだけど、合格した人が警察官だけが許可証を取得できるな。でもラジオからもコーポレーションが許可証を偽造してた金でさばいてるって話だ。一応ね、ここの世界はね、銃社会なんでね、今更ですけど。もちろん許可証がないとできませんがね。じゃあとこはすぐに出ていけ。開かない。じゃあとだけ一緒にされますので、どうかお待ちください。銃を持ってると知られたくないか顔隠してきてるのだ。
もう大学は困れているようですが、銃は買えますか？まあ、ハンターズガンはね、後で手に入るんで、別にどうでもいいです。弾薬袋各種取り揃えておりますよ。まあ、弾薬箱は、M で断ります。よし。いや、ランダム移動だとね、移動する場所にね、キャラが被っちゃうとね、ちょっと、移動できなくなるところあるわね。それジョニー様につけるぞ。てか、俺何してんのかよ。てか、ジョニーって誰？うせえ、絶対ジョニー様につけてやるからな。だから、ジョニーって誰だよ。後でわかります。だからこの先には近づかない方がいいぜ。起きてるください。起きてるください。まあ、これ、後で通れますんでね。後で通れるようになりますんでね。別にこのとこどうだったっていいし。ふぅ。よいしょ、った。ここによって気持ちよくて会社に行くようにするよ。ウォーキングで運動運動、犬じゃあまり動かないからね。あなたもどう？いや、遠慮しとく。あら、そう、残念ね。変なおばさんが走ってるから全然遊べないや。ウォーキングじゃないの？走ってるの？あの会社裏じゃかなり汚いことやってるらしいな。噂で警察はすでに続き状態で政府は屈折と忍びの会社の言うことにしたが、これはもう影の政府だね。あの会社って？おめそりゃ言えねえよ。もしその会社のやつらにも聞かれてましたら俺に明日は来ないからな。まあ大体どこの会社が見当はついてるからな。なんかあったのかしら。花火もそうか、タデがいるっけな。あー、やっぱりお茶屋渋いのがええの。おお、ばあさん。あ、そういえばばあさんはもういないんじゃったな。ちょっとこの部屋から出た方がいいな。うん、おっと、失敗した。ネットオークションって面白いよね。パパ最近会社に行くかな。でも一体どうしたのかしら。パソコンのクイズは6番に達したの。つまり大事な手はメールで投げてるってことだったら、このまま会社に休みますと送って。まあ行きたくないよな。佐久間一行さんじゃないね。え？みたいな。んだろうな、最近する途中にも気をつけないわい。これは木玉やったねよし、とりあえずこれで街は大体回りましたけどね。これで街は大体回りましたわね。やっぱりね、こういうのってね、回りたくなるんですよね。うん、意味ないとは分かっててもなりたく、回りたくなる。なんか私に用ですか？いいえ。うん？あ、なるほど、ちゃんとせい見てから渡らないとダメよ。分かった？はーいって何やってんの俺は。どうも会社に来るのがだるくてね。はい、ここで市役所。住民票の受付は？全部かあっぺ。クリアックしたい方はこちらへどうぞ。ま、俺は何も買わんからな、関係ないや。住所有許可証発行書です。学校規模の方は試験合格証明書などに必要書類で提出してください。もう持ってるからいいっす。こちら交通管理課です。
暴走車の取締り期間中です。あんたも交通違反を起こさないでくださいよ。てか、市役所の前で思いっきり暴走車おったれ。いや、だって捕まえるの怖いし。まあ、それはな。あんたも生活保護が必要ですか？必要書類を提出してください。いや、世話になってるし。は？俺の彼女の世話になってるんだよ。同性ですか？いいですね。羨ましいですね。私も彼氏が。男。いやちょっとね、クレーム入れてきたんだけど、受け付けが多くて、どこに何があるかさっぱりでね。あるあるや。環境整備課です。あ、ここが来てないんだとか、ここをこうしてほしいという意見があるので、ぜひこちらにご意見をください。どれもいいし。住民票の申請更新はこちらへどうぞ。俺には関係ないな。所詮、俺は闇の中で生きる男。決まったぜ、決まってへん。もちろん住民票は持ってますよね。持ってると思う。不審者は見逃さん。じゃあ俺は不審者じゃないな。僕は勝ちにちゃい立ち行きにしたよ。あのどこか俺はここの職員だ。すいません、どうぞお取りください。なんとかハッタリが通じたな。ガッバガバやん。入らないでください。すいません。すいません。この書類はどこに渡すんだったかな。すいません。うえ、話しかけたいんだけどね。税金に超えた豚の声がこの部屋なんで、やってらんねえぜ。なんで豚の元で働かないといけないんだ。まあ、押し量れるね。左の部屋には税金関係のお願い方が、右の部屋には市長がいるんだ。こっちの部屋には市長。ニュースをやってる。黄金帯についてな。俺も行こっかな。あ、何かご用ですか？いや、特にないんですけど。なんだ、久しぶりの訪問客だと思ったのに暇だわ。仕事貸したい。なんで市長が、私がこの部屋に行ってなければならないんだ。どれもこの風をこぼれてそのせいで大体仕事全くないではないか。まあ何もなくてお給料もらえるんだったら、まあある意味ええんちゃう。税金関係のお依頼方が折れ線グラフが出てんな。歳入歳出についてだろうか。うわっ、おい税金泥棒した。全体収入 20% を風間コーポレーションに賄賂として送って、あと 10% は財布の中に。え、なんだよ、君は勝手に部屋に入ってはいかんよ、この腐れ役人が。おー、もう多くて悪人のやつが、かといって風間コーポレーションに賄賂を送らないと。ひえー、これ、これ覚えておいてください。この税金関係のこの偉いさん方のセリフを覚えておいてください。この階は宿舎よ。奥にはお節間があるわ。パジャマにスーツにいろいろやな。暑いわ。クッションすればなってへんわ。行こう。来客専用。スーツにいろいろだな。お守り。お守りは装備品です。お守り中には鉄板が仕込まれている。来客専用。一応これでね、回復はできます。まあでも今はあんまり意味ないんでね。じゃあ、考えはこれ少々お待ちくださいだってさ。おい、どけ。よし。さあさあ、ぬっとすっかな。ここにはなんもなかったっけな。職員専用。今週はほとんど家に帰ってないよ。これから夜勤があるんだ。どいて。よし。おっしゃい。何がここは女性職員専用の部屋よ。だからパジャマに使ってるこれはパン、いや見なかったことにしよう。だからこれはパン、いや見なかったことにしよう。これはパン、いや見なかったことにしよう。これはパン、いやいや見なかったことにしよう。
応接間。目的地はここでございますね。なんもない。よいしょ。来てくれましたか。おう、うん、それで例の話は。まあまあ、立ち話もなんですから座って話しましょう。ってお前、椅子一つしかあらんやないか。よし、お前がそういうつもりなら。ちょっと、何するんですか。これで、これでよい。なんか違うような。まあいいや。もし遅れました。風間コーポレーション元社員の佐藤文夫です。お前、どっかで見たことあるな。テレビやったかな。ああ、それはきっと私の弟の佐藤実でしょ。ニュースフォレストのアナウンサーの。なるほど、どうに見たことあると思ってたんや。そっくりやな。本当あいつが羨ましいです。好きなことを仕事にして、それで食えてるんですから。では、本題に入りましょうか。話を聞こう。はい、わかりました。ところで、あなたは、現風間コーポレーション社長、風間康介のご子息で間違いございませんね。ふん。俺は決してそのようなことは認めたくないが、まあ、戸籍上そうなってるな。ほんまは、今すぐにでもぶっ殺したいところやわ。ああ、それはちょうどよかった。実は私は先日会社をクビになりましてね。いや、私が邪魔だったんでしょうね。私は会社に異議を唱えてましたから。あ、元社員クビになってもうたんか。じゃあ使えんな。まあまあ、話を最後まで聞いてください。実はまだ私がクビになったというのはまだ公表されていません。明日にそのことが公表されるのです。というと、つまり今日までなら会社の一社員としてあなたを手助けすることができます。例えば会社に忍び込むとかですね。何？それはほんまか。そうか、ならば早速会社に忍び込む手はずを取ってくれないか。ついに奴をこの手で。まあそう焦らないでください。時間はたっぷりあります。ですから会社のことについて話を聞きませんか。そんな暇はない。俺は一刻も早く奴を。焦りは禁物ですよ、風間博之さん。聞いておいて損はないはずですよ。それに今聞いておかないと。きっと。ん？何や、何かあるんか。まあええ、その会社の話について聞かせてもらおうか。わかりました。それでは話を始めましょう。風間コーポレーション、この会社は表向きは食料品、自動車、日用品など様々なものを作っている会社です。しかし裏ではいろいろと悪どいことをして現在の社会を牛耳っています。ふん、そんなことは知っとる。ええ、麻薬取引なども頻繁に行っているようで、これを収入源に次々と資金を溜め込んでいます。おや、警察一体何やってるんや。本気で捜査網を展開すればあっちゅう間に逮捕することができるやろ。いえ、もし警察がパトロールしていても。警察は見て見ぬふりです。風間コーポレーションに逆らうというのは事故の破滅を意味します。あなたも見たでしょう。この市役所でも税金の何割かを賄賂として風間コーポレーションに渡しています。それほどあの会社の権力は絶対なのです。何？風間コーポレーションはそこまで権力を持っているのか。ならば政府が軍隊を行使すればええやろ。いえ、風間コーポレーションは政府の軍隊とは比べ物にならないほどの武力を有しているのです。銃や戦車の開発はもちろんのこと、化学兵器や爆弾など、さらに恐ろしい兵器を作っているという話。へっ、そいつは結構なことだね。打つ手なしやないか。そう、15年前から会社は変わってしまいました。15年前、俺が母さんを失った年。しかし賞賛がないわけではありません。あの会社の悪の根源はあの社長です。だから多くの社員はこの社長に対して反感を抱いています。つまりあの社長さえどうにかできれば風間コーポレーションを崩壊させることができるはずです。いや、なぜ社員たちは会社に対して暴動を起こしたりしないんだ。確かに圧倒的な権力があれば暴動を起こせばそれも少しは揺らぐんじゃないんか。ええ、
皆そうしたいのですが、もし少しでも会社に反抗する素振りをすれば、普通に生活することはできなくなります。どういうことだ。会社は徹底した機密保持のため、クビにした社員を放っておくことはしません。生活に制限を課したり、監視などをして行動をチェックしたりします。そしてもし会社に不利になる発言や機密を漏らした場合はどうなるんだ。消されます。おい待て待て、お前大丈夫なんか。私のことは気にしないでください。私はあなたに力を貸すだけです。私の話はここまでです。何かご質問は？いや。では準備ができたら話しかけてください。はい、ということでね、とりあえずゲームがちょっとだけ進んだところで今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス、次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。